信号赤になった。見ない。どういうこと、赤って。あ、高瀬さん、取れるかな。いや、アイシャ、住めないやろ。よし、こういう信号機があって、あの壁に本来こういう高速の近くやったんやって。俺も思い出があるのは向こう側かな。向こう側分からん。こういう車1台分で、うん、でと横がお地蔵さんがずっと並んどるって。あれ、1個目からもしかしてヒットした可能性がビレゾン。ここじゃない、もう。いや、だから要はこれのさらに先なんですよ、目的地は。高速の、確かこんなような高速やったな。長いな、信号。滋賀県にあるトンネル、もともとは蒸気機関車用が走っていた。細く狭いトンネルで通行中の列車を牽引していた機関士が充満した煙を吸って窒息死した事故が発生した。また救援に来た機関士までもが窒息して亡くなったそうだ。しかしここに出現する霊は機関士ではなく老婆の霊が出るという。ついでに老婆も死んどったけど、気づかせるのもあったんだろう。なぜ老婆の霊がなのか、理由はまだ解明されておらず、未だ世に知られていない事実が隠されているのかもしれない。面白いな。こうやって。よし、1個目の心霊トンネルナウ。くらくら、うわ、うん、あ、そして長いね。あらまあ、あらまあ、長いわ。うわー、これ、あ、こういうトンネル、これこれこれ、ここ、こんなようなトンネルやった。これ一人で歩きたくないな。長い、これだこれ。でもお地蔵さんがないんだよな。俺が見てたお地蔵さんはないんだよ。わー、もう一回通るの、まあ、好きなだけ通ってください。好きなだけ通ってください。オープニング撮ってねえもんな。後で付け出しましょう。やめろ、廊下中に言うんじゃない。うーわ、すげえなここ。なんか歩きてー。でも歩く距離じゃないよな。歩く距離じゃないね、これ。隣のポケットも見てみたいよね、これね。だろうね。なんてこったい。あー、長いね。でも本当に全然長い、終わり見えないじゃん。なんていうの、循環の恐れないと。あー、どっちもかな。これは長いわ。とりあえずまっすぐ行っといてもらって。あー、でもこれ、でもな、向こう側だと思ったんだけどな俺。向こう側にもトンネルねえのかな。調べたことなかったけどな。トンネルが抜けてまたトンネルやったんだよな、これ。違う、こんなに新しいトンネルじゃないんやって。あー、1個目はじゃあニアピンか。違うのは違うだな。1回抜けて、そうするとまた信号機が入ったって感覚、記憶があるやつ、それ。福井って、え、初めて来た福井が心霊だもんな、笑い。
れるなあんた、かわいそうね。でも変な話さ、こういうことがないと怖かったとこやもんな。飲み地行くの当人坊だから自殺の名所なんだよ。かわいそうだね。一番来るのが自殺、一番最初の旅行が何、心霊トンネル東尋坊、まあ本当かわいそうなとこやな。そう思うなら、なんか楽しいとこ連れてて、福井の楽しいとこ教えて。福井の楽しいとこは何もないところ。はい、使ったろ。福井ね、もう本当に悪いけど。福井に何を楽しもうって言ったら3日考えさせて。悪いけど、なんか地元民も同じこと言いそうで怖いわ。それで考えて何もなかったら諦めて。柴政以外な。柴政、うん、そのパターゴルフやらスキーやらいろんなことやる。プールでかいぞ。そこらの温水プールでええやんけ。全然違う。これでもこの辺でもうゴールラインか。目的地は左側です。左側。お疲れ様でした。うん。じゃあさっきのトンネルだけか。違うってあるって。ちょっとその。あるんですよ。ここもあるとあるとか。ほら、あったあった、これだ、これこれ。はい。違う違う、これがお化けトンネル。短いですけど、これ？これ骨かな？トンネル。どう？いいね、ここ夜。明治2年。また明治時代にトンネルか。14号と一緒やん。1869年。我らより、ね、いくつ先輩、ね、かなり先輩。鉄道トンネルであることと言える。やっぱそうやな。おお。まあ作りが13号14号と一緒。一緒。まあとりあえずここトンネルトンネル。ここもチェック、チェックしてこう。ここすごいぞ。取ったらなんか取れそう。そう。さあ写真は撮れているのか。写真を撮れ。行くぞ、先行くぞ。寒い、ここね。なんか、あ、都会的な建造物一切ないからか、この自然の冷たさか。いいとこやね。